海外移住されたい方がですね、ご相談で YouTube の動画スマホだけで始めるにはどうすればいいでしょうかということですね。スマホだけで始める方法手段、まあスマホ自体で始められるんですよね、 YouTube って。もう、もう YouTube のですね、あの YouTube スタジオっていう、要は編集とかできるもの、あとまあ iPhone だったらですね、 iMovie とかであのテロップ入れたりとか細かい編集っていうのはもうほぼできるんですよ。なので YouTube の動画スマホでできないことっていうと、まあ、あの何度かお伝えしてるんですけども、動画の、説明欄とかの一括変更ですね、動画複数のものを一括変更するのはパソコンですか、まあ、基本的に今のところできません。あと、アナリティクスの分析ですね、細かい動画の分析っていうのは、まあ、パソコンでやりましょうということで、まあ、あの日本にいらっしゃるのであれば、パソコン使うときだけネットカフェに行くっていうのもありですし、基本的にスマホで撮ってあげるっていうのができればいいんですね。でスマホだけで始める方法としては、もうあの YouTube は目指さないってことですね。YouTube を集客に使う方が稼ぐことができます。でなので自分のサービスをしっかり作っている。